おはようございます、神楽鈴です。最近アイドル部の動画で流行っているもの、なんだかわかりますか？そう、ツンデレ動画。本当にみんな可愛くて、なんだか心が満たされてしまいますよね。え、私のツンデレ動画ですか？まあ、皆さんが喜んでくれるならやらないこともなくはないかもしれなくもないかもしれないですけど、別に皆さんに喜んでほしいからやるわけじゃないですからね。このためにツンデレの子が出てくる漫画とかアニメとかそういうの見たりしてないですからね。本当にそこだけは勘違いしないでくださいね。ツンデレっていうのはつまり、普段ツンツンしている人が時々デレッとするところが可愛いってなるあれでしょ。まあアイドル部はみんなツンデレじゃなくても可愛いんですけどね。え、スズスズもアイドル部の一員だよ。何が言いたいんですか？やっぱりその先言わなくていいです。どうせ恥ずかしいこと言おうとしてるんでしょう。いつもは私がゲームやってる時に蛮族とか暴走族とか言うくせに。でもそう言ってくれる皆さんのこと、その嫌いじゃないです。何期待した顔してるんですか？もう一回しか言いませんからね、よく聞いててくださいよ。いつもコメントとか配信で話しかけてくれたりとか、ありがとう。って何言わせてるんですか、バカ。